収容中の SCP-899-JP-1。アイテム番号、SCP-899-JP。オブジェクトクラス、Euclid。特別収容プロトコル。SCP-899-JP は収容エリア、8116の SCP-899-JP 収容室に収容されています。収容エリア、8116には SCP-899-JP 以外の人型生物オブジェクトは収容されません。SCP-899-JP 収容室に隣接した待機室には、8名以上の D クラスを常駐させ、そのすべてを SCP-899-JP-2 の友達にしてください。SCP-899-JP-2 を構成している肉体の元の人物を知っている D クラスが、SCP-899-JP 任務に就くことがないよう調整が行われます。SCP-899-JP-2 の胴体部は常に維持されなければなりません。SCP-899-JP-1 から要望があった場合、レベル3以上のクリアランスを持つ職員の許可があるならば、待機室から D クラスを必要な数だけ収容室に投入することが許されます。SCP-899-JP-2 の部位交換が行われた後は、待機室の D クラスには記憶処理を施すか、人員を新しく入れ替えてください。説明。SCP-899-JP は SCP-899-JP-1 および SCP-899-JP-2 の2つのオブジェクトです。SCP-899-JP-1 は7から8歳に見える、メアリー・F と名乗る高カソイドの女性です。唇及び、虹彩、胸膜が黒色を呈しています。それ以外の身体的特徴に通常の人間との差異は見られませんが、異常な身体能力を発揮することが確認されています。解剖学的な差異は調査が不十分なため不明です。加齢や成長の兆候を一切見せないため、見た目以上の期間を生きていると見られています。SCP-899-JP-1 は自身のことを、メリーさん、と呼ばれることを好み、この故障は SCP-899-JP-1 との円滑な会話を求める場合、ある程度の効果を発揮します。イギリス訛りの英語と標準的な日本語に主に使用します。SCP-899-JP-2 は人間の頭部、胴体、右腕、左腕、右足、左足の6つで構成されており、それぞれが融合し1つの人体を形成しています。SCP-899-JP-2 を構成する6つの部位はその全てが異なる人物の肉体です。全ての部位は生体反応を示しません。頭部の両目は常に閉じられていますが、虹彩、瞳孔、胸膜が白色であることが確認されています。SCP-899-JP-1 は、その子供のような外見にふさわしい振る舞いを見せますが、それが SCP-899-JP-1 の性質なのか、演技であるのかは判明していません。SCP-899-JP-1 は SCP-899-JP-2 を唯一の友としており、たっくん、と呼称し非常に執着しています。SCP-899-JP-1 は生きた人型生物に出会うと、SCP-899-JP-2 の友達になるか尋ねます。この質問に肯定の意思を示した人物に対しては友好的に接します。逆に否定した人物に対しては興味をなくすか、怒りを示します。SCP-899-JP-1 が友好を示した人物であっても、SCP-899-JP-2 への侮蔑や敵対すると見られる行為をする人物には攻撃的になります。この時の SCP-899-JP-1 は、攻撃対象に、編集済み。これらの行為に対しては、財団の強化防護装備で肉体の損壊を防げることが判明しています。しかし振り回された場合の急激な運動方向の変化や、遠心力の影響から装着者を完全に守ることはできず、強化防護装備の今後の課題として取り上げられています。装備の耐久実験と称して、SCP-899-JP に対して侮蔑的行為を行うことは禁止されています。先の振る舞いとは反対に、899-JP-1 は自身に対する侮蔑や敵意に対しては意を介さないことが多いです。SCP-899-JP-1 は相対した人物の名前を知っているように見えますが、どのようにして相手の名前を取得しているのか、名前以外にも情報を得ているのかは不明です。SCP-899-JP-1 は食事を取らずとも生存可能なようですが、SCP-899-JP-1 の希望により、他人型オブジェクトと同様の食事が配給されています。SCP-899-JP-1 は配給された食事を自身で食べるか、SCP-899-JP-2 の口に含ませるような行動をとります。この行動がおままごとの一環なのか、SCP-899-JP-2 にとって必要な行動なのかは不明です。SCP-899-JP-2 の肉体は腐敗しませんが、四肢のいずれかが時間とともに先端から黒色に変化していきます。黒色に変化した部分は乾燥しており、非常に脆くなるため少しの衝撃で崩壊します。SCP-899-JP-1 はこの過程を、たっくんの体が腐っている、と表現しています。研究者の間ではこの現象を、腐食、と呼称しています。SCP-899-JP-2 を凍結することによる腐食の阻止は失敗し、防腐処理等も効果を発揮しませんでした。SCP-899-JP-2 の肉体にこの腐食が発生するか、SCP-899-JP-2 の肉体が大きな損傷を被ると、SCP-899-JP-1 は、SCP-899-JP-2 の友達に対して、SCP-899-JP-2 の該当部位と友達の同じ部位を交換してくれるように頼みます。友達がこの要求を拒否すると、SCP-899-JP-1 は、SCP-899-JP-2 を助けてくれないなら友達ではない、と怒りを示し、元友達に対して攻撃的になります。SCP-899-JP-1 の要求を承諾した場合、未知の手段で SCP-899-JP-2 の該当部位と友達の同じ部位が転移します。この置換に痛みは伴わないようですが、それは転移時のみで、部位の転移後に、友達は正常な身体を喪失したことによる苦痛を訴えます。SCP-899-JP-2 に転移した友達の部位は SCP-899-JP-2 と融合します。SCP-899-JP-2 の腐食部位が転移した友達に対しても同様の組織の融合が見られますが、置換した部位を動かすことはできず、神経の異常な癒着のために激痛を感じます。腐食の進行は部位が転移すると同時に停止します。SCP-899-JP-2 部位の置換が完了すると、その部位における腐食現象は最低でも2時間後は起こらないことが確認されています。しかし四肢が喪失した胴体部を放置した場合は、新たに胴体を置換させたとしても、四肢の最低休止期間よりも短い時間で腐食現象が起こるのではないかとの予測が立てられています。SCP-899-JP-1 が同一人物に対して、2つ以上の部位を要求した事例はありません。SCP-899-JP に消費される人的資源削減のため、SCP-899-JP-1 との接触を、過去に要求を承諾しすでに置換を完了させた、友達のみに限定させる実験が行われましたが、SCP-899-JP-2 の四肢が全て喪失する直前で実験は中止されました。SCP-899-JP-2 の四肢の腐食は一つずつ進行していき、二つ以上の部位で同時に腐食が進行することはありません。四肢の腐食する順番は決まっていないように見えます。四肢が置換された順番、元の持ち主の年齢等から規則性を見出す試みは失敗に終わりました。しかし四肢のいずれかが損傷を受けた場合、損傷の最も激しい部位から腐食が始まる傾向にあります。胴体部の腐食は、SCP-899-JP 2の四子の全てが喪失してから始まるものと思われます。四子の一つが完全な状態から全て腐食するには最短でも1週間の時間を要しますが、胴体部の腐食は非常に早く進行し、腐食開始から24分で胴体部全てが腐食した記録が残されています。SCP-899-JP-2 が頭部のみになった場合、種の切断面と接触している素材は黒色に変化し、さらにその影響が広がっていきます。黒色に変化した物質は粘度の高い流動体となり、不明な力によって動き始めます。強い腐臭のような悪臭を放つこの流動体は、調査の結果、有機体に対する強い腐食性を持つことが判明しました。しかしながら、事件記録2070530では無機物に対しても高い腐食性を示しているように見える映像が記録されており、さらなる調査については承認待ちとなっています。SCP-899-JP-2 の頭部で腐食が発生した記録は一度もなく、また DNA を採取するなどの頭部を破壊する試みは全て失敗しています。SCP-899-JP-2 の四子が全て喪失し、胴体部の腐食が始まると、SCP-899-JP-1 は周囲の人型生物、以下対象、を自身に向けて未知の力で引き寄せます。この引き寄せる力は時間とともに強まり、壁等で対象が SCP-899-JP-1 に到達できない場合、対象は悪化し死亡します。この悪化は対象全員に一律にもたらされる薬ではなく、SCP-899-JP-1 に近い対象から引力が悪化レベルまで強まるようです。SCP-899-JP-1 に認識された対象が SCP-899-JP-1 の半径5メートル以内にいる場合、引力の影響は消失します。条件を満たさない対象は引力の影響を受け続け、耐えきれずに悪化します。この影響は SCP-899-JP-2 の状態が5体満足になるまで続きます。5体満足の状態に近づくごとに影響は弱まることが確認されています。SCP-899-JP-2 の身体喪失状態を放置し続けた場合、SCP-899-JP-1 の影響範囲がどこまで広がり、どの程度まで強くなるのかは不明ですが、事件2070530時に、メートル離れた対象にも影響を及ぼしていた可能性が示唆されています。映像記録9902-01、日付1999年02月1日。レベル3職員の許可のもと、収容室内に SCP-899-JP-2 とすでに、友達になっている D-8990-53 が投入された。D-8990-53 は SCP-899-JP-1 とそれなりに良好な関係を持っていた。SCP-899-JP-1 と D-8990-53 はおままごとで遊んでいる。SCP-899-JP 収容室内の映像記録、日付1999年02月1日。ただいまメリー、たっくん。パパお帰りなさい。たっくんもパパにお帰りしよう。SCP-899-JP2 を持ち上げて胴体を揺らす。パパお帰り。引きつった笑い。やっぱこれは慣れねえな。今何か言った？いや、なんでもないよメリー。仕事の愚痴がポロッと出ちゃっただけで、メリーに聞かせるもんでもないや。お仕事大変なのねー。SCP-899-JP-2 の右腕を振る。パパ頑張れー。SCP-899-JP-2 の右腕を振り続けながら、たっくんがパパのことを応援してるみたいよ。応援されたなら、パパ頑張んないとなー。ははは。あ。なんだどうかしたのか？大変、たっくんが右手が苦しいって言ってるの。なんだって、そりゃ大変だ。急いでお医者さんに見せないと。おままごとじゃなくってね、本当にたっくんが右手が痛いって言ってるの。ね、みっちゃん。みっちゃんはたっくんのお友達だよね。ん？ああ、もちろん。そうよね。お友達よね。ラーメ、みっちゃんの右手をたっくんの右手と交換してほしいの。交換って、そりゃあ、無理だよ。無理？どうして？お友達でしょう？お友達なのに、たっくんを助けてくれないの？友達だからって、そう簡単に右手なんて差し出せるわけはないし、第一交換なんてできないだろ。交換なら私がしてあげるよ。大丈夫、一瞬で終わるから。そんな一瞬で終わるって、おい、なんだそれ。そいつの触んに、なんでその入れ墨があるんだ？そいつは、ヒロシの入れ墨じゃないのか？この時の SCP-899-JP-2 の左腕は D-8990-52 のもの。D-8990-52 と D-8990-53 は強盗殺人の仲間だった。たっくんの左手？これはね、ヒロくんのだよ。昨日たっくんの左手の具合が悪くなっちゃったから、交換してもらったの。かっこいいでしょ。ヒロくんはお友達だから、ちゃんと左手を交換してくれたよ。みっちゃんも交換してくれるよね。おいおい、こんなの聞いてねえぞ。ここから出せ。俺をここから出しやがれ。交換してくれないの？もう遊びは終わりな。聞いてんのか？お友達って言ったのに、たっくんのことは助けてくれないんだね。立ち上がり、D-8990-53 に近寄っていく。SCP-899-JP-1 に右手をつかまれる。おい。なんだ話せ。SCP-899-JP-1 を振り払おうとするが失敗する。なんだよこれ。びくともしねえぞ。罵倒。なんだよ。俺の手はやらねえぞ。いらないわよ。だってもうあなたはたっくんのお友達がないもの。じゃあこの手はなんだ？悲鳴。やめてくれ。なあメリー。俺たち友達じゃなかったのかよ。何言ってるの？私のお友達はたっくんだけよ。記録終了。D-8990-53 は SCP-899-JP-1 によって編集済み。D-8990-53 を回収した後、新たな D クラスを投入し、SCP-899-JP-2 の左腕の置換が行われた。1999年02月1日、SCP-899-JP 任務に割り当てられる D クラスは、SCP-899-JP-2 を構成する肉体を知らないものから選ぶようにプロトコルが更新されました。事件2070530、日付2007年05月30日。詳細は事件記録2070530を参照してください。実験2070500、日付2007年5月日。SCP-899-JP-2 が全て喪失した場合、どのような活動をするかの調査が開始された。SCP-899-JP-1 及び SCP-899-JP-2 への人間の接触を断ち、SCP-899-JP 収容室にて封じ込めと観察が行われる。SCP-899-JP-2 の右腕、左腕、右足は喪失。現在は左足が大腿部まで黒色に変化している。経過は観察中。SCP-899-JP 収容室内の映像記録、日付2007年05月30日。SCP-899-JP-2 を抱きかかえ、すすり泣いている様子が映っている。SCP-899-JP-1 は当初 SCP-899-JP-2 の友達を確保するために収容室からの脱出を図っていたが、この時の SCP-899-JP-1 の活動はおとなしくなっていた。2007年05月30日。SCP-899-JP-2 の左足が全て黒色に変化すると、続いて SCP-899-JP-2 の胴体部の一部が黒色に変化し始めた。同時に、SCP-899-JP-1 がすすり泣きをやめたことも確認された。SCP-899-JP-1 が顔を上げる。絶叫。SCP-899-JP-1 が叫び始めると、SCP-899-JP 収容室の隣の収容室内に存在した人型オブジェクトである SCP-JP が、SCP-899-JP 収容室側の壁に引き寄せられるような動きを見せた。SCP-JP は、何かに引き寄せられている、と訴えた。監視室は SCP-899-JP-1 が何らかの力を行使していると判断。収容室内に麻酔ガスを注入し、さらに警備隊を SCP-899-JP 収容室へ送ることが決定した。SCP-899-JP 収容室内に麻酔ガスが注入される。人型収容区画を歩いていた桐崎博士から、何かに引っ張られる気がする、との報告が入る。桐崎博士が引っ張られると示す先には SCP-899-JP 収容室があった。同様の報告が他の職員や人型オブジェクトからも複数寄せられる。強化防護装備を装着した警備隊が SCP-899-JP 収容室に到着。警備隊員も何かに引っ張られるとの報告をした。SCP-899-JP-1 に麻酔ガスが効いている様子は見られない。警備隊員6名が SCP-899-JP 収容室内に突入する。岡崎警備隊長には SCP-899-JP についての情報が伝えられ、岡崎警備隊長から他の警備隊員へも必要な情報が伝えられていた。SCP-899-JP 収容室の扉が開かれた瞬間、SCP-899-JP-2 を抱えた SCP-899-JP-1 が外へ出ようと跳躍する。跳ねば警備員が SCP-899-JP-1 に組みつくことで脱走を阻止し、SCP-899-JP-1 と共に収容室内へと転がった。警備隊員6名が収容室内に突入後、外に待機する高橋警備員によって収容室の扉は閉められた。SCP-899-JP-1 が跳ねば警備員を投げ飛ばし、視線を収容室の扉に移した。その時には扉は閉じられ、施錠済み。岡崎警備隊長が即座に大気容筋力オブジェクト用の強化炭素繊維網を SCP-899-JP-1 に射出し、対象の行動を封じ込める。この時、SCP-899-JP-1 は SCP-899-JP-2 を収容室内のベッドへと放り投げた。この行動は SCP-899-JP-2 の保護が目的であると思われる。対象はしばらくもがいた後、警備隊に視線を移す。あなたたちがたっくんのお友達になってくれるの？こちら岡崎。収容室内に入るとともにオブジェクトの影響が消えたように感じられた。対象の動きは封じたが、外の様子はどうだ？こちら管制室。オブジェクトが原因と思われる影響は SCP-899-JP 収容室外では継続治癒です。オブジェクトの沈静化を要請します。了解した。SCP-899-JP-1 に向き直る。現在この収容室に向けて、人型の生命体が引き寄せられる事案が発生している。お前がその元凶である可能性が非常に高い。即座にこの影響をやめろ。やあらよ。だってお友達を探しに行けないんだもの。だからお友達になれそうな人を連れてこなくちゃいけないじゃない。SCP-899-JP-2 に顔を向ける。ほら、たっくん、私がたっくんのお友達を連れてきてあげたよ。警備隊に顔を戻す。ね。そうでしょみんな。みんなはたっくんのお友。岡崎警備隊長が SCP-899-JP-1 に向けて鎮圧用ゴム弾を使用する。今すぐこの影響をやめろ。ゴム弾の効果がある様子は見られない。拉致になってくれるんだよね。そのために来てくれたんでしょ。今ね、たっくんはとっても苦しんでるの。見てみて、たっくんはお手手も両足もなくなっちゃったの。対象はこの影響の原因は自身にあると自白した。対象に影響停止の意思はなし。これよりオブジェクトの沈静化を図る。かかれ。復帰した跳ねば警備員も含めた警備隊員6名が SCP 899-JP-1 沈静化に乗り出す。SCP-899-JP-1 は SCP-899-JP-2 の友達になってほしいという要望を述べるのみで抵抗する様子は見られない。SCP-899-JP-1 を沈静化させる試みは全て失敗に終わる。この時も、人型生命体が SCP-899-JP 収容室に引き寄せられるという影響は広がりを見せていた。みんなたっくんもお友達になってくれないの？こちら岡崎。対象の意識は未だ健在。沈静化の試みは効果が見られない。今後の指示を頼みたい。こちら管制室。現在対策を練っています。追って指示があるまでオブジェクトの沈静化を継続してください。了解した。なるべく早く頼む。みんなお友達がないんだね。他のお友達になってくれそうな人を探すね。SCP-899-JP-1 の影響が強まりを見せる。複数の人型オブジェクトを含めた、サイト全域に影響が現れる。SCP-899-JP-1 の半径20メートル圏内の影響が特に強い模様。SCP-899-JP 収容室隣室の SCP-JP 及び、外で待機していた警備隊員5名は、収容室の壁に張り付くようにして動けなくなる。外の状況が伝えられた内部の警備隊が、SCP-899-JP-1 を沈静化させるための行動を激化させる。SCP-899-JP-1 は警備隊員たちを意に介さず、SCP-899-JP-2 に一方的に話しかけている。SCP-JP 及び外部待機中の警備隊から体が潰れそうだとのうめき声が記録される。影響が継続することによる損失が考慮され、実験1205-00の中止と D クラスの投入が決定される。収容室内の警備隊に SCP-899-JP-1 の要求をのむよう指示。岡崎警備隊長はこの指示に異議を呈すも、宮谷警備員が SCP-899-JP-2 の友人になることを承諾する。しかし、あなたたちはたっくんのお友達にならないんでしょ？私は新しいお友達を探さなきゃいけないの、と SCP-899-JP-1 が拒否。他警備隊員による承諾、説得も効果を見せず。SCP-JP が壁に張り付くように押しつぶれる。潰れた SCP-JP は影響を受けなくなったのか床に落ちる。時を同じくして、外部に待機していた細野警備員から影響のさらなる強まりが報告される。他収容室に収容中の人型オブジェクトにも無視できない影響が出始める。細野警備員が強化防護服内で押しつぶれる。細野警備員は影響を受けなくなったのか床に落ちる。続いて隣にいた高橋警備員から、体が潰れる、という叫び声が記録される。警備員3名と D クラス5名が現場に到着。D クラスに動揺が広がるも、オブジェクトの影響もあり収容室扉まで全員到達する。扉を開け D クラス5名を投入後、扉を閉め施錠する。高橋警備員を壁から引き離す試みは失敗する。いてえな。何なんだよ。なんで扉を閉めるんだ？俺たちに何させるつもりなんだ？おい。お友達を連れてきたぞ。今すぐ影響をやめろ。ほんと？ SCP-899-JP-2 に顔を向ける。よかったねたっくん。たっくんのお友達が来てくれたって。D クラスたちを向いて。お前たち。この少女の要求を全て飲むことがお前たちの仕事だ。わ、はあ。どういう状況なんだ、こりゃあ。うお、なんだそいつ、目が黒いぞ。ねえねえ。そこのオレンジ色の服着た人たち。あなたたち、たっくんのお友達になってくれるんだよね。たっくんって、もしかしてあれのこと？ SCP-899-JP-2 を指さす。この時の SCP-899-JP-2 の胴体は大部分が黒く変色していた。まさか、人間の体か？うええ。ちょっと、たっくんに失礼がない。あなたなんてお友達がないわ。天井に向けて発砲。言ったはずだ。お前たちの仕事はこの少女の要求を全て飲むことだと。わかったよ。なるなる友達でもなんでもなってやるから機嫌直してくれよ、ゾウさん。なる。友達にしてくれ。俺もなります。さっきはごめんねから。私もたっくんのお友達になるわ。たっくんも友達になる。これで良いのか？まあ、みんなありがとう。本当にありがとう。それじゃあ早速たっくんを助けてあげて。助けるって、どうやって？今ね、たっくんの体が腐っちゃってるの。もう時間がないの。早く新しいのと交換しないといけないの。強化炭素繊維網を外そうともがいている？もうこの網が甘ー。新しいのと交換って、どういうことかしら？まさか俺たちの体を、って楽じゃないだろうな。そんなまさか。SCP-899-JP-1 に焦りが見られる。顔は SCP-899-JP-2 を迎えている。待って。もうすぐだからね。ダメ。契約はなされず。SCP-899-JP-2 の胴体部が全て黒色へと変化する。頭部が胴体部より分離し、転がった後にベッドの上で直立する。この時の頭部の動きは未知の力による移動のように見える。SCP-899-JP-1 が SCP-899-JP-2 に対して、何らかの行為を行わないでほしいという内容の発言を繰り返している。我は目覚める。SCP-899-JP-2 の目が見開かれ、虹彩、瞳孔、胸膜は白色であることが確認された。SCP-899-JP-2 の首との接地面を中心に、ベッドが黒色に変色し始める。黒色に変色した部分は、粘度の高い流動体に変性しているように見える。D クラスたちが不臭がすると言って咳込み始める。引力の影響がさらなる強まりを見せ、現場からメートル離れた管制室にまで強い影響が出始める。腐敗も覆う。オブジェクトを拘束から解放することを要請します。警備隊の通信機に向けられたもの。警備隊員以外には聞こえていない。それはこちらにまで無視できない影響が出ています。最悪の場合は、現場の判断に委ね、オブジェクトの終了も許可します。了解した。強化炭素繊維網から SCP-899-JP-1 を解放する。もう。強化炭素繊維網から出てくる。その後 D-8995-34 へと体を向けた。よし君。俺か？もうやめろ。黒色の誘導体が盛り上がり、SCP-899-JP-2 を自由方へと押し上げている。黒色への変性はベッドから床へと範囲を広げているように見える。宮谷警備員が SCP-899-JP-2 に向けて発砲しようとしたが、岡崎警備隊長が宮谷警備員の腕に手を置くことでそれを阻止する。代わりに岡崎警備隊長が、ベッドで誘導する黒色物質にゴム弾を放り投げた。ゴム弾は黒色に変性し、誘導体と一体化した。メリーを解放しろ。宮谷警備員が SCP-899-JP-2 に拳銃を向けた際、SCP-899-JP-1 は宮谷警備員へと顔を向けていた。宮谷警備員が銃口を SCP-899-JP-2 からそらすと、SCP-899-JP-1 は D-8995-34 へと向き直り、走り寄る。よし君はたっくんの友達だから、たっくんを助けてくれるよね。助けるって、何をさせるつもり？ D-8995-34 には狼狽する様子が見られる。見てわかるでしょ？大変なことになってるでしょ。よし君の体でたっくんを助けてって言ってるの。SCP-899-JP-1 が感情をあらわにしながら床を何度も踏みつける。お前は無力。何もできぬ。黒色の誘導体は SCP-899-JP-2 の頭部を天井付近まで押し上げている。押し上げている誘導体の2箇所が横に伸びる。伸びた誘導体のうちの1本が収容室の壁に触れると、接触部を中心に黒色の変化が広がり始める。おとなしく眠れたつぼう。体って、だから俺に何させるつもりなんだよ。助けてくれるの？くれないの？どっちなの？時間がないんだから早くして。天井に向けて発砲し、D-8995-34 に銃口を向ける。この少女の要求を飲めと言ったはずだぞ。わかった、助けるよ。助けるけど説明くらいやったって。ありがとう。D-8995-34 の服をまくり、D-8995-34 の腹部に手を当てる。長い時があの子を変えてしまった。SCP-899-JP-1 が D-8995-34 の腹部に触れると同時に D-8995-34 の胴体が SCP-899-JP-2 へと点へ、頭部と融合する。D-8995-34 の胴体があった空間には SCP-899-JP-2 を支えていたとみられる黒色の誘導体が転移していた。SCP-899-JP-1 は、胴体の置換が行われるや否や SCP-899-JP-2 へ向けて跳躍した。SCP-899-JP-2 を掴み取り、壁を蹴りながら誘導体から離れた場所へと着地する。SCP-899-JP-1 は自身の手を使って、SCP-899-JP-2 の一部についている誘導体を拭い取っているように見える。SCP-899-JP-1 が誘導体の影響を受けている様子は見られない。SCP-899-JP-2 の両目はすでに閉じられており、誘導体と接触していた胴体部の一部は有機的に腐敗しているように見える。D-8995-34 は崩れ落ち、誘導体と接触した部分の肉体は腐敗している。SCP-899-JP-2 の腕のように伸びていた誘導体は床へ落下し、SCP-899-JP-2 を支えていた部分はゆっくりと沈み込んでいる。D クラスたちの悲鳴が記録される。この時から、引力の影響が弱まるも、影響は完全には消失していない。契約はなされた。しばし眠ろう。あとは手足だね。SCP-899-JP-1 が D-8997-01 に振り向く。ねえ、ゆうくん。ゆうくんはたっくんのお友達だから、右手をくれるよね。たっくんは右手がなくてかわいそうでしょ。ふざけんな。D-8997-01 が SCP-899-JP-1 の頭をつかみ、壁に何度も叩きつける。ゆうくんはたっくんに右手をくれないの？ D-8997-01 の腕をつかみ、自身の頭から D-8997-01 の腕を引き離す。なんだよこの力。SCP-899-JP-1 の腹部を複数回蹴るが、効果がある様子はない。おいあんたたち。銃持ってんだろ。こいつを撃てよ。岡崎警備隊長が首を横に振り、拳銃を D-8997-01 に向け、SCP-899-JP-1 の要求に応じるよう促す。おい、銃を向ける相手が違うだろうがよ。どういうことだよ。ゆうくんがたっくんのお友達になるって言ったのは、嘘だったの？ D-8997-01 の腕を掴む力を強めているように見える。いららららら。罵倒。やめろよ。この SCP-899-JP-1 の手を振りほどこうと試みるが失敗に終わる。悲鳴。待てわかったくれてやるよ。だけど右手だけだよ。体まで取られるなんてまっぴ。ありがとう。SCP-899-JP-1 が掴んでいた D-8997-01 の右腕が消失し、SCP-899-JP-2 の右腕部分に転移。SCP-899-JP-2 と融合する。D-8997-01 は右腕だけでなく、右肩周辺の肉体の一部も消失していた。この消失部分は、SCP-899-JP-2 の右肩周辺の、流動体との接触によって腐敗していた部分と一致。消失部分は右腕とともに SCP-899-JP-2 へと転移していることが確認された。宮谷警備員が D-8997-01 の応急処置に当たる。D-8994-03 を見る。ねえ、アキちゃんはたっくんに左手を上げてもらえない？たっくんもお友達なら、左手をくれるよね。何よこれ、何なのよこれ。D-8994-03 は収容室の扉を開けようとするが失敗する。何度も扉を叩く様子が記録される。あきちゃん。D-8994-03 に近づいていく。いや、来ないで、来ないでよ。D-8994-03 は SCP-899-JP-1 を突き飛ばそうとするが、その手を SCP-899-JP-1 に掴まれる。あきちゃんはたっくんに左手をくれないの？ SCP-899-JP-1 の腕を振りほどこうとするが、SCP-899-JP-1 はびくともしない。いや、やめて、お願いだから。泣き声。この契約が終わったら私は帰るのよ。あの人からもらった指輪をまたはめるんだから。あきちゃんはたっくんに左手をくれないの？ごめんなさい、左手だけはやめて、許して。たっくんもお友達になってくれるって言ったのに、嘘つき。SCP-899-JP-1 は D-8994-03 を編集済み。D-8994-03 の残った肉体を踏みつぶしている？嘘つき。SCP-899-JP-1 は落ち着いたのか、D-8996-72 の方へと振り返る。てっちゃんはたっくんのお友達だよね。お友達なんだから、たっくんに左手をくれるよね。舌打ち。心臓に近いさらんかよ。ああ、左足がダメか？てっちゃんも嘘つきさんなの？ D-8996-72 に近づいていく。勘違いするな、ちょっと聞いてみただけだ。殺されるくらいなら左手くらいくれてやるよ。罵倒。よかったー。てっちゃんありがとう。SCP-899-JP-1 が D-8996-72 の左手に触れると、D-8996-72 の左腕及び左肩周辺の一部が SCP-899-JP-2 に転移した。跳ねば警備員が D-8996-72 の応急処置に当たる。たっくんの両手が戻ったね。よかったね。両足はもう少しだけ待っててね。絶対用意してみせるから。SCP-899-JP-1 が部屋の隅でうずくまっている D-8995-95 へ近づいていく。悲鳴。やめろよー。こっちに来るなよー。なんだよ。俺の右足が欲しいのか？それとも左足か？もう好きにしろよ。D-8995-95 は頭を抱えている？何を言っているの？あなたはたっくんを見て、うえー、って言ったじゃない。そんな人はたっくんのお友達じゃないわ。なんだ、俺には用はないはず、だよな。なんで俺に近づいてくるんだ？たっくんに失礼なことをしたでしょう？謝るよ。ごめん、悪かった。許してくれ。やめろ。俺に近づくな。SCP-899-JP-1 を突き飛ばそうとしたが、D-8995-95 は逆にその腕を掴まれる。やめろ。離せ。罵倒。悪かったよ。離してくれ。痛い。悪かったってば。ごめんなさい。すいませんでした。やめてください。足でも何でもあげるから助けて。叫び声。この後、復旧した管制室が用意した追加の D クラスが1名ずつ投入され、SCP-899-JP-2 は5体を取り戻しました。SCP-899-JP-2 の5体が揃った瞬間から、SCP-899-JP-1 の影響は収束しました。この事件によって5名の財団職員と3体のオブジェクト、3名の D クラスが失われました。事件後、SCP-899-JP 収容室のベッドがあった床には下階にまで続く大きな穴が開いており、粘性の黒色誘導体が下へと垂れ落ちていることが確認されました。該当箇所は、床の素材が誘導体へと変化したために穴が開いたものとみられています。誘導体はひどい悪臭を放ち、有機体に対して強い腐食性を示しました。研究のため、誘導体は全て回収されました。SCP-899-JP-1 及び SCP-899-JP-2 は臨時の収容室へと再収容され、他人型オブジェクトへの影響を防止するためにエリア8116への移送が決定されました。収容違反の危険性と広範にわたる人間への影響から、SCP-899-JP には5体満足の状態が維持されるよう特別収容プロトコルは改定され、SCP-899-JP 2の身体を故意に喪失させる実験はオフアイ部の承認が必要となりました。映像記録2070531、日付2007年05月31日。SCP-899-JP-1 は SCP-899-JP-2 を抱きかかえて眠っている。SCP-899-JP-1 が苦しげにうめき出す。パパもママもどこにいたの？泣き声。どこに連れて行かれるの？やだよ、たっくん死なないで。たっくんが私を助けてくれた。そのせいでたっくんの中に悪い奴が入り込んじゃった。泣き声。誘うとしたけどダメだった。悪い奴は暴れてる。今度は私がたっくんを助ける番。はい、わかりました。誓います。どれだけかかっても、絶対にたっくんを助けてみせる。だって私たちは友達だもん。記録終了。眠りから覚めた SCP-899-JP-1 はいつも通りの振る舞いを示しました。SCP-899-JP-1 にこの記録についてインタビューを行いましたが、有益な情報を得ることはできませんでした。